今成功の法則について話してくれましたが、じゃあ芳根さんにとっての成功とは具体的にどんなことですか？将来で仕事があります。それは成功ですね。残念ながら私は今仕事がありません。でも今は本当に嬉しいです。私と家族はみんな元気ですから、それは本当に成功ですね。はい、わかりました。ありがとうございます。